ホットショット2のブロックヘッドモータースがね、まあ、ラジマガの表紙になったり、結構ね中でもいろいろね出てるんで、ちょっとこれをね話題にしたいと思います。ホットショット2ブロックヘッドモータースをね自慢げに動画で紹介してた人ねゲストに呼んでるので、はい、高橋さんお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いやいや、ちょっとね今日はこの企画のために、はい、わざわざ高橋さんの自慢のブロックヘッドモータースを持ってきてもらったんで、はい、頑張って持ってきました。ありがとうございます。でまあちょっとねせっかくホットショット、今日ホットラップさんで撮ってるので、うん、まあ歴代ホットショットを並べて、はい、元タミヤ社員の三浦さんに聞こうという企画で。すいません、高橋さんのところでやってるねラジコンの話をしよう的な動画になると思うんですが、まあたまにはうちでも出そうかなということで、はい、じゃあお二人さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。まあどれからいきます。まずやっぱこれですかね、最近の最新版。これ RTR あったっけ、XB。XB はない、XB はない。だから三浦さんは作れないよこれは。作ったっていうか、絶対 XB あったっけ。いや違う違う違う、ちゃんと作ったから。それでね。これやっぱ売れてます。売れてますね。うん、まあかっこいいもんねこれね。すごいね高橋さん、かっこいいってだけで動画1本押し切ってましたよ。いやそれしか言うことないよね。いやほんとかっこいいよね。いや実際見ると写真とかでもかっこいいよね。もう最初が違うんだろうと思うんだよね。最初はちょっとね正直ホットショット2自体の立ち位置が、まあ、僕にとっては微妙というか、ね、うん、まあ、世間にとってもそうだと思いますね。え、ブームからちょっと落ちてきた時って感じだったんでね。はあ、いやまあかっこいいんで、まあこれはじゃあまあ高橋さんの車ってことで、はいはい、でちょっと今日はねホットショット、ホットラップさんなんで、はい、歴代ホットショットがあるってことでね、ちょっとこっちからどういう感じでホットショットが変遷していったかっていうネタをやっていきたいと思ってまして、これはね今ここにホットラップの壁にねいっぱい飾ってあるところから抜き出してみたんですけど、初代、うん、これね一回企画で作りましたよね。うん、やりました。長かったやつね。長かったですね。あれ、うん、動きましたもんねあれね。まあ、これは多分当時物なのかな。まあ、ここの壁のコレクションなんですけど。当時物だと思われます。ですね。まあその一つとしては前も話した通りヒートシンク、これが当時のものになってるのと。あ、これあれだね、 ESC 仕様じゃなくて本当のセメント抵抗が入ってる、ね、なってるのと、あとドライブシャフトが復刻だったら、この多分ホットショット2を見てもらうと分かるんだけど、このワンピースのドライブシャフトにこれ色つけてるんだよね、確かに。ああ、はい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 。だけどこれはちゃんと2ピースなんだよね、鉄とアルミのハイブリッドになってるのかな。あ、本当だ。圧入かなんかのドライヤーさ、先っぽは鉄で、うん、中間パイプがアルミなんだ。そう、ああ、そっか、これあれだね、僕らが組んだのは復刻版だったから。復刻版だったから、そう。だからこのホットショット、スーパーショットもホットショット2もだからこれになっちゃってるんでね、安いの。今のあ、本当は鉄のシャフトだね。うん、あ、これがそれが違うのと、まあ間違いなく見れば分かるのが、ちょっと開けさせてもらうけど、復刻版だとあれがないと、ハッチが。本当だね、これ。ああ、例のこの復刻はあったからね、ハッチ。そう、ハッチがあったから。ホットショット2になっちゃってるから。クリスタル変えれるよね。さあ、クリスタル変えれない問題が発生するという。これ本当に変えようとすると、これをネジを取って、これを下を割らなきゃいけなかったんです。ほぼカンバラだな。そうだから、この下のここのボックスを外さなきゃいけなかったっていう。非常にレースの時だったら大変になってたという。この辺はなんかこう詰めが甘いというか、あまり想定してなかったってことなの。いや、わかんない。2.4 も逆に言ったら、もうそのこの頃から読み合ってたかもしれない。20何年待たないとって感じで。でも、さっき話した話じゃないけど。なんだっけ、トルネードドラゴン。そう、トルネードドラゴンじゃないけど、うん、そういう、そうそう、予見したやつがあったかもしれない、ね。あれと同じで、2.4 ギガというもので、バンド交換しないっていう、常に予選ポールだから、帰らないっていう。そうか、逆に言うと、今だったらハッチなくてもいいよねって話ですね、この辺だと。そうだね。今だったらいいけど、そうか、まあ、完全にオリジナルですわ。です、うん、復刻版じゃなくて、もう当時ものだね。なかなっていうのは、それがホットショットの。はい、あ、すげえな、ドライブシャフトでもかっこいいね。
これ当時高かったんでしたっけ、フォトショットって。21,800円かかった車、ね、1パーだか22パーだったような記憶もあるんだけど、フロントモノショックに、そうリアルモノショックも、これがあのモノショックというか、縦置きモノショックだから、ね、ダンパーが2本しかなかったんだからね、この車、これね、素材が。まあちょっとこの辺のね構造はね、うん、多分買ってみないとわからないという感じだよね。だからバネの調整がカブと一緒だったからね。ああなんか差し替えのやつだったっけ。この溝で、この溝でこれね変えるという。3段階だったっけ。これが変わるという、これがセッティング変更で この溝の太さで変わってくという。ああまあ、ね、バイク的なねじ回しのアジャスターなんてこのまだ20年後くらいだもんね。うんうん、なかったという。それが当時のもので、あと当時ものって分かるのがこの C、 このマークがね KC だったりとか、ね、ベルとかアクセルとかキアンレムとか、あこれは多分 NGK とか本物レカルとか入ってあるね。そうなので当時ものだから入ってるのかなと。まあ復刻じゃねスプリングこんなにならないですもん。あこれ、ね、いい感じで錆びてます ね、 ね、うん、オイル入ってるのかなこれね。うん、こんな巻き方しないよね、もうね。あ、これね、これね、すげえ投げ張ってるんだよね。新規のアンテナもめっちゃ長かったもんね。長かったね、巻いたな。本当は巻いちゃダメなんだよ ね、 まあでもまあみんな巻くよね、そうそう磁場が。そうそう、いややっぱ当時はまあ憧れ結構持ってた人多かったのかな、これでも。持ってたでしょうね、ホットショットは。なんで四駆バギーの先駆けだもんね。だよね。まあちょっと前からあったけど、これによって四駆バギーがより見直されたというのが。マイティフロッグと並んでタミヤの象徴的なマシンって感じですかね、これが。フロッグの後だよね。ああそうですね。まあレース的にはちょっとしんどかったって感じでいいのこれは。でも当時からしてみたらバギーの中でどこでも速かったから四駆の先駆け上がったもん。そう、ロッシキーとかも同じなんだ。だけどあっちの方が速かったんじゃないかな。あんまりもしかしたら発売でこっちの方が速かったのかな。オプティマより前、85年でしょ。それより前だ。85年か84年だから、だからフロッグとか83年とかだから、その1年か2年後なんですよ、ベテルの。はいはいはい、84か8号の記憶はあるけど、84に出てたかもしれないんでね。でこれトルクスプリンターが出てたのも、ああそうなの、あったんだよね。ワンウェイ、ワンウェイっていうか、そう、それがここのフロントのここに入るんじゃなくて、このセンターのところに掛けるとシャフトのところにあった。そう、センターのところに、センターシャフトのところにここに入れてたのかな。ここにここに入るトルクスプリンターってワンウェイが出てたんだよね、当時のサードパーティーから。サードパーティーから。あ、サードパーティーね。そう、純正は出てなかったけど。そうで、タイヤがこの時はこのブロックがキット標準で、これね、そうで、そ後にオプションでこっちがピンスパイが出てくるタイヤだったんだよな。このタイヤが最強となったしね。今でね、だからこれはあれだったらいいよね、人工芝とかだったら。ああはいはい、これちょっとヘリもなさそう、うん、ヘリもユージアカっぽいしね、うん、まあやっぱ、うん、いやもうスタイルはやっぱね、かっこだぜ。そっか、ここのやっぱ下がってるのがね、だからその面影を未だに残してホットショット2に、うん、そうだね。じゃあちょっと時系列的にいきましょうか、うん、はい、じゃあこれが爆発的にヒットというか、まあもうタミヤのアイコンとしてなって、うんうん、で、うん、僕ね実はこの辺からちょっとラジコン若干興味が薄れて、うんうん、あまりチェックしてなかったんですけど、うん、知らん間にスーパーショット、スーパーショット、これも当時もんだね。これも当時もね、モーターが、はい、テクニチューンか。あ、そうだね。まあ、一応ね、うん、こっちにね再販品もあるんでね、うん、スーパーホットショット、スーパーね、多分スーパーショットっていうのが多分どっかの商標に引っかかる、多分ダメなんですよね、きっとね、うんうん、ホットショットになってる、ね、あ、再販品はスーパーホットショットになってて、うんうん、これは単純にホットショットの四輪ダンパーダンパー感じ でこの時にこのコンバージョンキットっていうのが出たんだよね。あ、そうなの。このコンバージョンとこのダンパーセット、あ、マジ、あ、ホットショットにこれができる、ホットショットにこれができるセットで、だからここにつけれるダンパーステーと、このリアのダンパーステーとダンパーとね、確か全部セットで2,200円ぐらいだったね、今日は。あ、じゃあホットショット持ってる人がいや、覚えてるのおかしいってさすが、ニューラーメモリーはちょっとあるね。いやちょっとおかしいよね、やっぱね、もったいないよね、なんかどうだよ完全に書き込まれて消去されてない感じだね
そうで4読のこのセットが売ってたの。なるほど。じゃあ基本的には一緒ってこと。一緒。本当にただアンダーガードがなんか違ったんだよこれ。ここについてたほら。何これ。これそうここにそうこれも。ブーメランもこんな感じね。ブーメランそうだね。だからブーメランの時にこの辺のものも出てきたんだよね。ブーメランが86年だったかな、確かに出てたのでこれが87年なんですよ。なるほど。ブーメランはホットショット系のシャーシーなの、ね、ステーリングがあのラック ので出てて、ね、安かったブーメラン。これが2枚くらいに対してブーメランは16パーだっけかな、だから14パーのかなり安い廉価版のバイヤー。ブーメラン、まあ、あの辺にいるけどね、どっかね。あそこにいる。いるね。で、これが。ああ、もういい。もう、もういい。で、これが、スーパーショットは、で、モーターが、確か速いモーターに変わってるんだよね。だから、テクニゴールド。テクニゴールド。テクニゴールドか。これ、それっぽいね。もともとビッグエッグが最初なんだよね。ああ、はいはいはい。じゃあ何だろうね。だからテクニチューブかな。テクニパワーかな。それでちょっと値段高かったね、このキット。200パーぐらいだったの、はいはい。で、これ見たらこいつもハッチがないね。ない。だから当時問題ね、これも。ああ。まだこの、まだクリスタル問題はスーパーになっても解決してないんだ。なかったね。でもこれ4速ダンパーになってだいぶ走りは良くなってそうだよね。でね、それもあって、あと、セメント抵抗が変わったんでね。あ、そうなんだ。この時ツインの車内に戻されて小さい2つに、なんだっけ、この丸いかっこいいのから変わっちゃったの。あ、コストダウンと思ってしまうよね。あ、これね。あ、このかっちょいいセメント抵抗がこれに変わっちゃったの。この普通のよくあるセメント抵抗になっちゃったね。うん、86年だとアンプに変えちゃう人もいたのかな。が出だした頃だからね、あの RM7 の FET とかの頃が出る。あ、でも RM7 乗るこれ、あの大きさ。乗らないか。あれでっかかったよね。でもギリギリ、でもボルテックスは楽勝でいけそうだけど、ね、あれもうちょっと後。ボルテックス85、6年だよね、ちょうど出てたのが。でもボルテックスオンロードになったんですよ、どちらかというと。あ、バンディーでっていう感じじゃないんだ。このアイデンティティを残してほしかったですよね。あ、これね、うん、あとウィングがデザインが変わったから、はいはいはい、だからどちらかというとこれホットショット2のウィング、まあホットショット2なんでね、本当にウィングとかも、うん、これボディは一緒なの、スーパーショットとホットショットって。違う違う、ここのね、こっち側の返りが強かったんで、スーパーショットもっと。あ、本当だ、サイドポンチ違うわ。で、ここの形もちょっと違って、うん、だからここがパコってはまるようになって、スタビがなかったんで、だから、うん、あ、本当だ。あ、必要ないんだ。モノショックだから、じゃなくてさ、だから後ろはついてたけど、フロントはスタリがなくなって4読になったっていう。これはなんかレースとかで自分で持ってなくても、他の人が走った記憶とかあります？あんまりスーパーショットは、うん、あんまり記憶ない。俺はブーメランをやっちゃってたから、結構見ると。だからスーパーショットっていうよりも俺はブーメランでみんないじってた人のイメージの方が強かったかな。これ高い車だったから。そうだよね。あ、これは要するにホットショットの上位版みたいな感じだから値段高かったんですね。だからそれに対してブーメランの方が安かったか な、うん、だからブーメランにこのダンパーをつけて走らせてたから。あ、はいはい、なるほど、うん、ブーメランの初期は最初ノーマルはどんなダンパーがついてるんですか。モノショックフロント。ああ、一緒だ。そう、ね、ああそうだね。そうで後ろがこの、だから今のこの、はいはいはい、このホットショット2の原型がブーメランなんだ。なるほど、ね、どちらかというとそういうことね。だから順番で言うと、だからこれが、あ、これ、まあ、これリリース、これ、うん、そう、再販品だからこれでホットショットが出て、ブーメランはどこに入るの。ブーメランとしてはここに入ったと思うんだよな。で、これでだから俺の記憶の中で85ブーメラン87っていう。あ、はいはい、多分あの本を見ればいいから。そうそう、まあちょっと片付けてた、うん、あ、ブーメラン、すみません、ブーメランが出てきました。ブーメランは廉価版だったから、はい、いろんな部品が安く作れたんです。足回りはホットショットと一緒って感じ。ダンパー製のプラだったりとか、ステアリングの部分がこの時そのダイレクトサーボセーバーじゃなくてステアリングのプレートになってたんでね、ブーメラン。ダンパーセーバーは発生ですよ、ね、ブーメランの後。ああ、ブーメランの後か。そう、はいはいはい。まあでもぶっちゃけモノショックってかっこよかったけど動きいまいちだったよ、うん、あの引っかかりが弱かったね。だからバンパーがブーメランは違ったんだよね。だから廉価版に作り直しして、はいはいはい、そうで、はい、結構だからものを作り直してたんでね。例えばこの辺もブーメランになってからバッテリーもホルダーも
これにプラスチックになって、うんうん、この時 FRP で分割のボディング使ってたんだけど、でここのピン でこのピンが抜けなくなっちゃうとかなくなっちゃうとか、うん、結構あったんです当時。まあタミヤある意味伝統のこのピン差し込み式ですね。でステアリングもこれなんかねサーボセーバーをプレートで動かしてたんですよ。あそのプレートのところに砂が詰まって動かなくなっちゃう。ずっと使ったから分かる。そうオチがあったという。ああそうこれはリアルで使ってたからね。そうやってたから。でもこれの方が早かったんだよね。軽かったんですよ。ああはいはい。もうだからちょっとスーパーショット系からすると外れちゃうけど。でまあこれにそのこのダンパーをつけてたってことね。独立にして。独立してた。まあモノショックでフレームも違ったんですよ。これが上がなくてもこの時は開いちゃった、うん、バスタブになってんだね。なってるんですよ。なんか洗練されてるよね廉価版とはいえ。そうそうだからだいぶ安くするために、うん、いやこの辺を安くしてコストを下げてたっていうのが、うん、結果的に速くなっちゃったってやつね。そうそう軽くなったからそうか。それがまあブーメラン。そうなるとこのこっちの高級品だとバスタブじゃないからクリスタルも変えれないし、うん、確かそのようなイメージだったんだけど。ああそれゴージャス版ですよね、これね。そうそうですね。スーパーだから、うん。ただやっぱちょっとこっちの印象が強すぎて、うん、ちょっと印象薄い感じはあるね。まあ、記憶にはもっちしかあるけどね、はいうん。スーパーショットっていう。そうか、まあ。ブーメランがいてで、このスーパーショットがいて。いいと思うんだけど。はい、でホットショット2が。ホットショット2ね。これですまあ、途中にだからスーパーセーバーとか、うん、ビッグイックとか。ビッグイックもこっち系なの？こっち系。ビッグイックはユラーさんがボディを作って、ね、これ何周年だっけか確か。お持ちしますか？ああ。86年。すいません。実際系列組で86年3月で、だからこの順番でいいんですよ。順番的にはブーメランもいる？じゃあスーパーショットも先なんだ。これ、はい、これになってる。なるほど。一ヶ月ずれで見る。なるほど。でもやっぱ値段が。一ヶ月ずれ？そう。86年3月26日、86年4月30日。ビッグイックは？ビッグイックは86年7月31日。なるほど。あ順番これでいいんだ。もう毎月のように。いやーすごいね。まあ、で値段がこれが29,800円に対してこれは15,800円だ。安っ。安いよ、ね。だからやっぱ半額で。だみんな使うよね。でビッグイックが25,800円。これはテクニコールと思ったんだよ。ああ。これやっぱ誕生10周年ですね。なるほどね。まだ10年しか経ってないの。87年です6年だから。ああそっかそっか。76年とかだから。少しね電動化が。いや畳みかけましたねこれね。この辺すごい、ね、ラッシュだね。だからバギーブームだね。いやそれよね。作っても何作っても売れたんだろうね。でこの時は俺の中では 8.4 ボルトの時だったの。あそうだね。ビッグイックは 8.4 の時代だよね。他のだから乗るから、だからモーターがテクニゴールドで 8.4 ボルトでアダプター使ってたんだよね確か。コネクターのところにもうコネクター違ったね。 8.4 ボルトってそでそれ用のコネクターアダプターができてる。クレームが幅が広いんだねこれ。ステアリングもなんか独特の系列をしてた。これラカンドピニョなんだよね、うん、あそうなんだ。そうマジ、うん、なんかユラさんのアイディアなのか、うん、俺もよく知らないんだけど。でボディをユラさんが作った。そうだね。このなんていう違いの分かる男、うん、ユラ拓也、うん、ネスカフェの CM とか懐かしいけどもうみんな忘れてるかな。かっこいいよね。でもある意味実証ですよ最近ね。ああそうね、ムーンクラフトって書いてあるんだよねこれ、うん。まあ、近未来感も出してましたよね、かなりね。そうだね、この時は。スーパーショット80年ぐらいだったのか。いやビッグイック、ビッグイックも一回再販したっけな。した。ねえ。うん、してる。ブーメランもしてる。だみんなしてるんだよね、再販は。これはまあやっぱイラさんなんでね、ダウンフォース意識した、だいぶ空力的な。今で見たら、よく走るボディの先駆けで。抑えはありそうだね、これね。マフラーまでついてたしね。俺てっきりなんか全だいぶ違うからホットショット系ってイメージはあんまなかったわ。なかったな。全体の構成としてはそうなのね。そう。ああ確かにササームとかはホットショット系だね。いやー畳みかけだね。タミヤさんこうやって見るとこれが1年2年の間でしょ。そうだね80これがそうだね85年の4月。まあそれだけ市場が潤ったというか。85年の4月で1年後に1年経たずに。出してたんだから。そこはすごいよね。すげえなあ。しかもこれ新製品ですから全部ね。そう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 。
まあでも今も似たようなもんだけどね、よく冷静に思う。そう、うん、今のはもっと作ってるんじゃない、 TA で見たら T08 とか07とか。あ、まあまあでも2年か3年大きいって感じ。ね、そんな取ってます。だってこれこの辺って一月大きいでしょ。ね、まあ、こことここはね、ここら辺に対して。おかしいよねこれ。でもその間のフォックスとか入ってるからね。ああ、そうそう。フォックスが85年10月。1年に何台出したんだって感じだね。でもそんだけラジコンが売れたんだよね。そういうことね。笑いが止まらなかったよ。ねえ、言ってましたね、その時代にやってたかってね。いや、模型屋さんすごかったからね、自転車でもうみんなして。高橋さんはバブルを味わってないんですか。全くです。今ちょいちょいバブルじゃないですか。まあそうですか。ちょっとブクブクっとしたくらいで。いや、ちょっとホットショットの話をするつもりが、だいぶこの派生モデルに行って。まあ、いつもの、まあ、いつもの脱線まではいかないから、脱線もいるから、そういうだって多分ビッグビッグとかそれだけで惚れそうですからね、いろいろね。まあ今日は軽くね、ホットショットの歴史を振り返るということなので、ホットショット2ね、次2ね、ホットショット2はね、でちなみにホットショット2が87年でした。ホットショット2が87年ね、はい、そうか。でこれはなんか今月ね、ラジマガを見たら、なんか純渡辺さんが最初に、最初のラジコンがこれだったらしくて、うん、どっちかっていうと僕のイメージだと、これはまあ不遇なチャンスだったかなっていうイメージなんですよね。いろんなものが出てきて、値段はこれ18,800円、ちょっと安いんだ、うんうん、スーパーショットは高かったんだよね。スーパーショットだけ異常に高かった、29,800円。ああ、はい、これは2になってる。特に何が大きくリファインされたんですかね、これ、うん、これはね、うん、その整備性を向上したと。だからもうオープンデッキの例のこっからハッチができたの。そう、なるほどなるほど。そこが変わったのと、ここのバッテリーホル、この辺がプラスチックのホルダーになったと、うん、これ横抜きになったの。だから、うん、あ、そうか、開くの、上からだ。そう、上から。あ、なるほど。ここからあ、これだね、横から、横からだね。はいはい、そう、横からです。まあまあ本当だから、整備性を良くするために今の、ね、今となってるこのハッチ、はいはいはい、がついて、ようやく開いたんだここでね。そう、あ、でもまあちょっともうブーメランで開いてんじゃねえかっていう話はあるので。そうだね、うん、だからそういった意味ではインパクトが弱かったんだね、うん、ちょっと。そうだね、ブーメランがあったから。まあ、ジュンさんはちょっと若いからね、うん、あ、まあ、明らかに若いからね、僕らは。まあ、この辺はなんかアヒルがね、初めて見た子供親と思うみたいな感じで、最初に買ったラジコンがこれだったとなると、完全刷り込みされる。そう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 、刷り込みも変わったんじゃないか、この時。だから三段編成の抵抗が違うから、またこの時と、この時は2つだった、2つ2つ1個だったよね。あ、ここまでまだスピコンなんだね。そう、スピコンだった。あ、これ当時も、あ、またセメント抵抗の位置が微妙に変わってますね。そうそうそう。でダンパーが赤になって、はい、ああ赤ダンパーだ。これおいくらでした？これ18,800円。まあ、そこそこブーメランより高いって感じだね。ブーメラン1ゴッパだから3,000高かった。ホットショットを見直したかったんでしょうね、もうちょっと。ホットショットが21,800円だから、ホットショットより安くなってる。若干安くなってリアランパーが独立したけど、まあちょっと、まあこれが出た後だと思うと、まあ。でも1万円安だった。いや安い、そうか、値段がね、1万円は大違う、ね、ただこの時はライバルがいっぱいいるんだね、自社内でも。なんで87年だから、オプティマも全盛のバリバリだし、うん、ああそうか、社外でもね、その鬼のように走る車がいっぱいいて、まあ、だからどちらかというとタミヤはバギーの中で見たら後進なんですよね、うん、あタミヤの中でその世界スペックで戦えるバギーとして出たもので見るとアバンテなんですよ。あ、だいぶもうちょっと先だね。そう、あれが初めてそのイフマとか全日本とかっていうものを意識した。あ、この時でも出てたんですけどね、実際はちょっとこれ TRF の 前に、はい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 、タミヤとしては出てたんだけど、その前哨としては、まあ、戦える感じはなかったと思う、ね、全然、ね、あの TRF の愛好会の時、ね、そうですよ、そうそれよりも前だね。さらにね、じゃあまあブラッシュアップはされてるけど、うん、まあ、よく見たらこれボディ形状も違うね、フォトショットからね。そうだね、フォトショットが違う、ね、違う、だから、まあ、一応フォトショット2のボディでやったことは、ね、2もね、うん、これカラーリングはホーネット系、
これがでも純正の色だったから、ね、なんかホーネット感がある色使いですよ ね、 確かにね、確かにこうやって見るとちゃんと進化はしてる、洗練はされてるんだ ね、 ね、ちょっとタイミングと時代がちょっと合ってなかった、まあ、特に僕らにとってはちょっと谷間というか、う、ね、ちょっと若干印象が薄いという感じですよね。で、あとこの頃もうバギーブームがちょっと去ってきて、うん、どちらかというとオンロードの F1 モデル、ああはい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 、でこれ 80? これ7年だから7年で、ね、ああフジテレビで中継が始まってロードウィザードとか、なるほどなるほど、出始めようとしてる時だから、ね、F1 ブームが引き出すきっかけの頃なんで、ああはいはいはい、だからバギーとしてはちょっと弱くなってきたところとか、ちょうどこの時はバギーが一番熱い時だからね、そうね、だからこんなことができたんだね、ああだからバギーからどちらかというとオンロードに進歩してた時代かな、そういうことね、でまあちょっとこのまあ若干印象がちょっとこの辺に比べると薄いホットショット2ですけど、うん、まあブロックヘッドモータースの純渡辺さんについてはファースト RC ということで、そういうこと、それでコードになったと、こういうことね、なるほどね、まあでも改めて見るとね、まあかっこいいですよね、これいやかっこいい、だから復刻って感じのあれだよね、うん、イメージ、そうだね、うん、なんだっけな、これただ再販といってもあれなんだよね、うん、再販じゃないでしょうね、そうね、あのホットショット2の復刻というよりは、うん、ブロックヘッドモータースでちょっとある程度要望を盛り込んで、僕ジュンさんのその思い出が要望となって形になったんであれば、もう復刻ではなくてもうブロックヘッドモータース車両ですよね、そういうことですね、へ、うん、でまあこれあの屋根が違うんだよね、このロールケージがね、屋根違うのとドライバーもこれじゃなんかね前が見えないと、ああそういうことね、そうだからちゃんと見える位置にドライバーがスイッチがここにないもんね、そうそう、めっちゃこだわってるんですよ、細かく ね、 ね、うん、ホットショット系でね、あの格好はいいんですけど、うん、屋根が低すぎて運転手前見えねえだろう、うん、説があったんで、うん、そこ多分ジュンさんのこだわりで新設計して それでこういうところをねちゃんともう一回が跳ね上げの、あ本当だ、ボディ形状はホットショット2なんだけど、ここに追加したりとか、本当だね、ではここはちゃんと今時にメッシュにして、だからホットショットをすごいあの意識してるのかなって逆に言うと、だからこのライトもそうだし、あ本当だ、ライトなくなってるんだけど、なかった、本当だ、そうなんだよ、こうやって見るとホットショット本当にある意味今で言ったらホットショット2としての正常進化はこれなんだろうなって思われる、ね、はいはいはい、感じがする、時代を感じする。じゃあまあ基本はホットショット2なんだけど、まあボディがそのコックピット周りが改装されてるのと、あとはゼッケンが新設されてるんですね。ゼッケンこれかっこいいよね。別体でついてるんですよね。ああ。俺だったらこれチタンかアルミのビスケットが買いたいもんね逆に買いたくなるよ ね、 ねプラス、もうそれを50人どうぞって感じだったもんね、ネジここの全部プラスビスじゃなくて、うん、あとまあ後ろもこうやってか、あー本当だ、あこれって飾り飾り、あこれ飾りですよ、完全に、うん、あこれフォトショットツーってあるんだったっけ、あるあるこうついてるから、あ、あー本当だ、これは本物のセメント抵抗 で、うん、これはダミーの、ね、これは多分ジュンさんの当時の思い出が残ってるんですね、完全にそうでしょ、思い出だけの存在だと思うんです、だけどいろんな部品をちゃんとプラパーツをこれシルバーにしたりとか、これもシルバーにしたり、ああ本当だ、そういうところにはこだわりがあるから、本当だね、2のイメージはだいぶ違うんですよね、基本一緒だけど、ホットショットの進化だな、だね、うん、覚えるかな、本当だね、あだから本当志田君の最初の話のホットショットだけで言うと、ちゃんとこの中で見るとちゃんと進化がしてるよっていう、はいはいはい、うん、まあだからまあこれ買う人ほとんどね半分くらいはホットショット2、うん、知らないというか、だから、ね、まあイメージしたらこれがこっちに買う、そういうことね、いや僕も最初これ出た時に、うん、なんでホットショット2なのって正直思ったんですけど、もう出てみるとかっこいいですよねこれね、うん、まあそう思ってデザイナーがやっぱり自分で最高にかっこいいって思うものはやっぱり熱量が違うから、やっぱ絶対いいものができるよね、そうか、まあだから僕的にもねホットショットでちょっと違和感があったこの運転席周りとかが全部かっこよくなってるってイメージですよね、うん、いやまあそれはまあ、うん、
売れるわなって感じですね。これまあこれね、言うたらですよ、これやっぱ盆栽ラジコンですよね、これね。マジで。マジでね。で、僕ら動画でやってますけど、まあ、結局みんな酒飲みながらこういうことを言ってるってことですよね。眺めて当時のことをね。これ出来上がったら別に走らせなくていいなと思っちゃうもんね、なんか。飾ってるのかっこいいなみたいな。これ絶対ジュンさんがあのお店とかあのガレージかっこいいところでこれ並べてね、こういうダベリーだけでも十分楽しそうな感じですもんね。そういうものなんだろうね。だから 下回りを見ると本当に、ああ、ほんと2だね。そのまま2のそのまんまだね、のものでやってる、うん、だ進化の仕方としてはもう間違ってはいないんだろうな、うん、でもわざわざね、この辺をでもシルバーにするとかその辺のデザインのこだわりがやっぱこう、買う人の心をくすぐるんだろうな、いやまあやっぱあれか、これを盆栽にして、BBX を走らせて遊ぶって感じですかね。そんな感じですね。いやかっこいいな、もう全然フォトショット2に興味なかったけど、欲しくなってきましたもんね。かっこいいもんだって、本当に飾っておこうって思えるよね。いやいいですね、この辺、まあこのコレクターさんもそうだけど、並べたくなる気持ちはわかるな、これな。でこれほら、ボディ塗装済み売ってるから、最初から。これだから自分オリジナルカラー作れないですよ。あ、キットでこの色なの？そうで、カスタマーで透明なやつ売ってるんで、うちそれ仕入れたら、やっぱすごい売れてきますから、これはこれでって感じ、オリジナルカラー作りたい。色違い作りたいもんね、逆に言うと。これはね。高橋さんならこれオレンジと白です。ああ、そうです、そうですね。そうですよね。誰が作ってもこうはなりますからね。ステッカー貼るだけだもんね。そうはあ。だからこうやって高橋さんが持ってこれるわけです。あ、そうそうそう、ね。そういうことですよ。でもね、こういうところのライトとかこういうこだわりはね、そういうところに出てくるんだろうね。本当だね。いやこれちょっとこれを BBX のまでのつなぎで盆栽として組むのはありかもしれないですね。ありですね。ちょっと BBX 8月ですね。8月にずれたらしいですね。まあでも楽しみだね、それはそれ。これね、僕は前の動画で値段34,800円で予想して、税込みってみればほぼピン、ニアピンショぐらいだったんで。買っちゃったんすか。おめでとうございます。まあだから何って話なんだけど、ちょっと自慢したかった。ちゃんと、俺たちの予約してあるのかな。どういうこと？あ、俺に言ってるの？そう。あ、ありますよ、もちろんありますよ、ちゃんとあります。僕ね、ここホットラップさんに頼んじゃったんで、僕はね、ぜひそうしてください。あ、こっちを頼んじゃった。一応そうしてください。俺は高橋さんだけど。あ、いいですよ。ありがとうございます。盆栽にもう一台行こうかな。これみんなでどうやって作り変えるか楽しみだね、ギャグに。どうオリジナルっていう感じが。そうだね、ちょっと僕も今 BBX のカラーを考えてるんですけど、これも一瞬考えたんですけど、みんなやって引きそうなんで。そうだね。いや考えなかったな。僕も復刻しますよ、また。それまたあれだよ、野木先生にもあるわけでしょ。まあまあ、ちょっと今日は、僕もあんま詳しくなかったホットショットの歴史を振り返るということで、お勉強ということで、はい、まあ、そんなわけで、まあ、初代から、はい、スーパーショット、はい、ブーメランとかビッグビッグとか、うん、でホットショット2があって、で今現代令和の世にブロックヘッドモータースが蘇りましたという感じでね。いやまあこういう歴史をね語るのも楽しいですよ、ね、まあ、旧車の楽しみですよね。年取るとか歴史とか面白くなってくるから。そうですね、最近のことをまた興味ない。ああそう、ラジコンのことは覚えてる。ラジコンにメモリ食われすぎてるんですよ、皆さんの場合は。そうですね、わけわかんない2500円とか覚えてるのおかしいもんだって。ラジコンの、そうだから本当勉強の歴史のことは全く覚えてない。まあでも僕もあんま歴史は全然覚えてないな。大嫌いだ。まあそれはみんな一緒じゃないですか。まあまあ好きなことは覚えて、まあ多分忘れないって感じなんですね。いやじゃあまあ今日はこのくらいで締めとかないとね、終わらないので。はい。まあちょっとホットラップさんこんな感じでネタが無限にあるので、また今後も、はい。まあじゃあちょっと今日はこのくらいで締めときたいと思いますんで。じゃあ今日はホットショットの歴史を振り返るを、ガガの高橋さんとインフィニティの三浦さんを呼んで話聞きました。いや本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんもこれ買ってください。あとねラジマガもいっぱいホットショット2ネタに載ってるんでね、ぜひ買ってください。はい、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。バカなんだね、やっぱうちはキットはこれがあれなんですよ、こういう持ち方で書いてます。そう。うちも真似しようかな、これ。やっぱ玉掛けして。これちょっと紙紐とこれがあればいいんですね。これアマゾンで100個入りいくらとかって書いてるんですね。この持ち方で書いてもらおう。なるほど、なるほど。やっぱこれがね、やっぱ当時のラジコン買ったって感じの。これで電車乗ってくの？
これで電車、そう昔はそうやった。昔そう、これで電車か、もう買って持って帰って、でもこの大きいの自転車の後ろに縛っていくか、縛れないから、あのこうやって片手で持って歩く走るって、今じゃ怒られそうだ。いや、いいね、三浦社長お買い上げで、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今月の1台、今月の1台。はい、ホットラップ撮影が終わってお二人さん撤収です。これだ。あ、高橋さん、この荷物は、この背負ってるのは何ですか、これ。あ、これはまだね、ちょっとね、まだウィン出してないんですけど、テストでやってるんですよ。これ、ノララジにはいい感じですね。都会の人だったらいいですよね。なんか、背負ってるのが似合いますよ、これ。そうでしょ、これラジコン2台入ってますからね。本当だ、はい、おお。お先失礼します。ありがとうございました。お疲れさんです。ホットラップを出て、出て、ホットラップ出ました。ホットラップ出た、はい、ホットラップを出て、ここは別の場所です。はい、こっから鋼商店になるんだね、この このコース。鋼商店、このコースがあって、あれ、回すって書いてある、定期ラジコンミニ四駆。おお、また違う。はい、じゃあ、靴だけ脱いでいただいて。はい、あ、これ本舗初公開かもしれない。なるほど、鋼商店です。公開します。これ、あれですか、仕入れも別。いや、仕入れは一緒にしてありますけど、子供と奥さんに任せてみようって。はい、おー、なるほど。あ、上をね。え、何、ここに店長こもる感じなの。そこにこもって、うん、食事も作れるようにして、小さい一軒お店を作ってみたいなと思う。でもラジコンボーイは必ず、ラジコンボーイは必ずさっき上にあったんだけどなって感じ。そうそうそう、ほら、スティックとかあるじゃんね。やっぱちゃんとスティック置いてあるんだ。そうだね。でもボディはスティック、プロパスティックなんだ、やっぱこれ。ここは何、一人になってラジコンボーイを読める部屋だね。ここが全部コースになって、ちょっと待ってね。そう、そこコースで遊べるっていう。いや、店長ありがとうございました。ありがとうございます。ここの店長は誰扱いなの？ゆかさん。あ、こっちは奥さんなんだ。上が一応店長だね。そう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 。じゃあそんな感じで、はるばる岐阜までお疲れ様でございました。お疲れ様でした。じゃあお気をつけてお二人ともお帰りください。また、じゃあ次回はまた IFS のロケでね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。です僕はもうちょっと遊んで、お疲れさんです。じゃあまた岐阜に来てくださいね。お疲れさんです。はい、というわけでお二人さん帰ってきました。